はい、どうぞ聞こう。堤清六の聖火のところですね。で、胸像があるんですけど、その横をですね、金星脇工事っていうそうですね。で、この方創業者で、日露漁業ってね、有名な企業があったんですが、いわゆる実業家ですので、堤家の屋号が、地下企業と書いて金星、そのことからこの工事名になったと。で、道としてはもうこういう感じで、ね、聖火のところがあるぐらいで、あとここに神社ですかね。ちょっと聖火が奥まったところなんで、ちょっと聖火の方のご紹介は省きますけど、これがそうですね。はい、立派な道路沿いにあるんでいきなりって感じですけど、堤清六の聖火だと、北洋漁業ですね。実業家の方っていうのはね、出身またはその家柄なんかも決して恵まれてないという、人が非常に多いんですけど、この方もね、平成10年ですか、結構新しくね整備されたものらしいですね。いろいろ書いてありますけどね、三条生まれということで、いわゆる顕彰像ですよね。堤清六先生の像ですね。少しお顔が大きめの胸像ですね。ここから見るとこういう感じね。ちょうど聖火が裏側にあるんですけど、そんなに大きな家ではないですよね。だから別に豪商の生まれとかそういう感じではないみたいですけどね。詳しいことがね、こちらにも書いてあります。はい、三条市の堤清六の胸像でした。